はい、それではですね、宅建合格するための目的的な勉強法についてお伝えさせていただきます。これまで、3つですね、動画をお送りさせていただきました。1番最初と2番目が計画に関すること、計画の重要性を一番最初にお話しさせていただいて、じゃあ具体的にどうやって計画を立てるのかっていうのを2本目でお伝えしました。で、計画立てたはいいけども、いやいや忙しいからそもそも勉強できないんだよ、そういった人のために勉強時間の作り方、これを3本目の動画でお伝えしました。で、今回は勉強時間を作ること、これできましたと。じゃあいざ勉強だ、じゃあ勉強するにしても効率的に勉強する人とそうでない人がいるんですね。効率的に勉強してる人だったら、本当に4ヶ月、弊社の受講生さんでもいたんですけども、4ヶ月間だけ勉強して、もちろんその時間は、その期間は、思いっきり勉強してもらったんですけども、1日とですね、3時間、4時間やってもらいました。でもそれで短期間で合格する方もいれば、2年、3年やっても合格できない方も、方やいるわけです。で、これっていうのは、勉強時間は確保できた上での勉強の仕方にかかってるんですね。なんで、今回はその勉強の仕方についてお伝えします。で、私がずっとね、理解学習してください、理解学習してくださいって言ってるんですけども、実際のところはですね、すべてがすべて、すべての問題ですね、すべての問題がすべての問題、理解学習してくださいっていうわけじゃないんですね。ある部分では理解学習してください。ある部分では丸暗記学習をしてください。丸暗記で、丸暗記学習してくださいというか、丸暗記でいいですよってことですね。分かれるんですけども、多くの方が、もうこっちやらない、理解学習やらずに、ほとんど、もう、ほぼ9割以上、丸暗記でいっちゃってるわけなんですね。で、丸暗記学習ってどういったものなのか、意外とこれ勘違いされてる方が多いんですよ。今回の、試験が終わった後に、何人かの方からメールが来て、揃って同じことを言ったのは、小野先生が言っている理解学習やってきました。で、その結果、予想模試とか過去問とか40点以上取れました。でも、本試験では点数取れませんでした。20何点でした。っていう方がいたんですね。その方っていうのは、理解学習が実はできていると思い込んでてできていなかったパターンなんですね。これ意外と多いんですよ。で、その内容、なんでそうなってくるのか。意外とその理解学習するっていうのは難しいんですけども、何が難しいのかっていうところをちょっとお伝えしていきます。で、一応理解学習はどういったものかというのを今ここに書いてあるんですけども、具体例出してですね、今回お伝えさせていただきます。で、まず、丸暗記学習ってどんなものなのかなんですけども、テキストと過去問集、これは市販のものであっても予備校に、受講して、いただいているっていう言い方はあれですけども、買ったものでもどっちでもいいですけども、そのテキストと過去問集だけで勉強している方っていうのは、もう、丸暗記学習になっちゃうんですね。で、なぜかっていうと、その教材自体に理解するための情報ってあまり載ってないんですよ。その大きな証拠っていうのかな、なんでそんなわかるんですかっていうと、実際勉強してみて、あなたが勉強してみて、あれこれどういうことだろう、具体的にこれどういうことなんだろう、だ疑問に思ったことってありませんか。その具体的に疑問に思ったその内容がちゃんとテキストとか過去問集とかに載っているかどうかなんですよ。おそらく載ってないんですよね。で、載っていなかったら、そうなのかと、とりあえず覚えちゃえっていうと、もう丸暗記学習なんですね。で、弊社はどうなのか、弊社が言っているその理解学習ってどうなのかっていうと、そういったところをちゃんとクリアにして、ちゃんと例えば問題の意味とかも、この問題ってこういった意味ですよね、これってこういったもんですよね、ちゃんと具体的にイメージできるような解説をしている、これが理解学習なんですね。例えばなんですけども、保証人ってありますよね。保証人っていう分野、あと抵当権っていう分野があります。質権っていう分野があります。今回理解学習については理由付けと関連付けとか対比とかってあるんですけども、ちょっと関連付けについて今回具体例出してお伝えしますね。この意外とその連帯保証人で保証人と抵当権と質権っていうものを、分野で別々に分かれてるんで、別々で考える方って意外と多いんですよ。でもこれ実は繋がってるんですね。すごくイメージしやすいもんなんですよ。でも特に質権とかって、あまりテキストに載ってないから分かりづらいとかいう方いるんですよね。これもそんなにイメージしていただければ分かりやすいもんなんです。例えばあなたが私に1000万円貸したとしましょう。貸しました。で、私が1000万円、借りるわけなんですけれども、
1000万円返してくれたらまあね全然問題ないですけども、返してくれるかどうか分かんないわけですよね。だから一般的に連帯保証人とかつけるわけなんですよ。人で保証するのが保証人なんですね。で、その他のもので保証する、例えば抵当権で保証する、不動産、建物とか土地とかで保証するのが抵当権っていうイメージです。実は質権もそうそうなんですね。質権も土地とか建物とかで、保証するための一つの種類なんです。だから人で保証するのか不動産で保証するのかの違いだけなんです。だから万一私がお金1000万円返せなかったらあなたはどうするかっていうと、保証人がいたら保証人からお金請求して回収しますよね。抵当権とか質権を設定していたら、この抵当権が設定されているこの物、建物だったり、土地とか、質権が設定されている土地とか建物、これを売っちゃうわけです、強制的に。これ競売っていう言い方しますね。オークションです。債権者はあなたなんで、あなたの権限によってこれをもう売っちゃう。だって私が1000万円借りたりも関わらず、期限になっても返さない私が悪いですよね。だからあなたはもう怒って、でもそれならもうこの質権を設定した不動産だったりとか抵当権を設定した不動産売っちゃいますねって言って、競売にかけてオークションで出しちゃいます。でそこで売れたお金から代金、誰か買うわけですよね。オークション競りにかけるわけなんで誰か買う、そこで落札したその代金から、お金を回収する、この違いだけなんですよ。イメージとしてはこのイメージがあるかないかって大きい、すごく大きいんですね。じゃあ抵当権と質権ってじゃあどう違うのかというところなんですけども、抵当権を設定したこの例えば建物って誰が使いますか。債務者である私なんですね。私が所有しているのであれば私がこれ使うわけなんです。これ、住宅ローンを考えると一番わかりやすいんですよ。お金貸すのって誰ですか。銀行ですよね。つまり銀行が、会社員である私にお金を貸す。で私が建物を建てる、まあ実際には請負で建築会社に頼んで建物を建ててもらう。で所有者は私になりますよね、建物の。でこの建物に対して抵当権を設定するわけです。この時抵当権の設定者が私ですよ、債務者。この言葉の意味とかもちゃんと、これは覚えておかないといけない。これは理解というよりも覚えるだけでいいです。私が銀行のために抵当権を設定するわけです。抵当権設定者が私、債務者、お金借りた人で、一方お金を貸した側が抵当権者です。でこの建物を使うのは誰ですか。住むの誰ですか。抵当権者である銀行がこの建物住みますか。住まないですよね。住宅ローン借りた私債務者である抵当権設定者がこれを使うわけですよ。でよく問題とかに使用収益するっていう言葉が出てくると思うんですけども、その使用収益っていうのは使うことができる権利のことですね。それは抵当権設定者が使用収益できるんだ。これも具体で考えたら、会社員が、会社員で建物の所有者である私が建物を使う、使用収益するのは当然じゃないですか。それが問題文とかだと、まあ、テキストとかもそうですね、難しく書いてあるんです。抵当権設定者は使用収益できるとか書いてあるんですね。でもイメージしてみたら分かりやすいですよね。ああ確かにそうだって分かるじゃないですか。じゃあ質権はどうなのかというと、質権は実は抵当権と違うところで言うと、質権は質権者であるあなたの方がこれ使うんですよ。まあ占有が、占有しているのは抵当権だと私ですよね、使うの、実際住んでるのは私。でも質権だと占有するのは債権者、質権者であるあなたになるんですね。こういう違いがあるわけです。抵当権と質権だと使う人が違うんだよ。質権だったら債権者であるあなた、つまり質権者ですね、私が建物に質権を設定する、で質権設定者だから設定者って書かれていたら、あ債権者なんだってイメージで全然構わない、あ債務者なんだっていうイメージで構わないです。で抵当権は私、債務者が使うけども、質権については債権者の方が使うんだって、こういう違いがあるんですね、抵当権と質権では。で今これ対比っていうのを使ったんですけども、これもイメージさえ分かっていれば、すごく分かりやすいです。今建物だからイメージしにくいかもしれないですね。あの質屋行ったら分かるんじゃないですか。例えばブランドバッグ持って質屋行きました。このブランドバッグの所有者は債務者である私、お金借ります、質権、質屋からお金借ります。バッグどうしますか。質屋に納めますよね。
この時点で戦友が債務者である私から、死刑者に変わったわけですよ。ですよね。まあ、これイメージしていただければ、このバッグを使うのは債務者である私じゃないんだってこともわかりますよね。で、こういったふうに具体例があったりとかするとイメージしやすいし、つながりも持ちやすいし、理解もしやすい。こういったことを一つ一つコツコツやっていくと、問題も意外と分かるようになってくるんですよ。ああ、これってこういう問題の状況だなとか、分かってくるようになるんですね。多くの方が、そういったものが分からずして、そのまま問題文読んで解説覚えちゃうってことをやってるんで、結局何を言ってるのか、イメージもできないし、理解もできない。でも、過去問とかを解きまくってると、40点取れちゃうんですよ、答えを覚えてくるんで。そうすると理解学習できているっていうふうに錯覚しちゃうんですね。だからそれはやめてくださいよということです。で、ここで問題になってくるのが、理解学習に、今丸暗記学習だったと仮定しましょう。こっから理解学習に変えていくってなった時に3つの壁があるんです。障壁があるんです。まず分ける。この問題は理解学習しなきゃいけない問題だな、あ、これはもう丸暗記でいいんだな、実は個々の問題によって変わってくるんですね。一概には言えないです。権利関係は全部理解学習しましょうとか、宅建業法全部丸暗記で OK ですよ、法令上の制限丸暗記でいいですよって言えないんですよ。この問題については理解学習、この問題については、丸暗記みたいな感じでこうやって分けていかないといけないんですね。それが難しいわけです。2つ目、調べる。じゃあ理解学習これだって分かったと、この問題は理解学習しようって思ったとしても、じゃあこれの何を理解するのか、どうやって調べるのか、調べ方についてはお伝えできます。インターネットで調べる、テキストとか市販のもんって載ってないんですよ。もう予備校のおそらく教材でもあんま載ってないんですね。で、予備校で動画とか配信されてると思います。予備校行ったらその動画見ても大体わかんないです。それは、私が動画見たんじゃなくて、私が見たらわかると思うんですよ。それはね、私がわかってる立場だからわかるんですけども、弊社の受講者さんって予備校生とかって意外と多いんですよ。まあ予備校生っていうか予備校で一回落ちた方とかですね、行ったけども受からなかったという方が、もうほとんど方が言うのが、動画見てもわかんないし、先生の話聞いてもわかんないなんですね。つまりわかんない、理解できないんですよ。だからそういったもので調べるんじゃなくて、インターネットで調べるっていう方のが意外とわかりやすい内容とか書いてあります。だからそうやって調べるわけです。ただ調べ方についてもそれはもう問題によりけりなんで、それも何とも言えないんですね。だから調べるにしても、ネットで調べるってのは分かるけども、どうやって調べたらいいのか、何を調べたらいいのかっていうところがまた一つの壁になってくるわけです。で、3つ目の壁は掘る。理解学習して、これは理解すべき問題なんだと分かったとしましょう。で、じゃあこの部分理解しなきゃいけないなっていうのは分かるけれども、どこまで理解しなきゃ深掘りすべきなのかっていうところなんですよね。これもまた難しいところなんですよ。その問題によるんです。もうある方はやっぱりどんどん深掘りしちゃうんですよ。で、そうすると逆に分かんなくなってくるんですね。例えば、解釈の話。法律って、まあね、よく憲法解釈とかってあるじゃないですか、最近。その憲法解釈のその解釈のイメージ、意味合いとよく似てるんですけども、こうやって解釈すると、こういう結論になりますよ。正しい答えになるよ。でもこういった解釈すると間違いの答えになるよっていうふうに、解釈の仕方によって変わってくるんですね。で、そこまで勉強しちゃうと逆にわかんなくなって、宅建試験で点数取れなくなっちゃうんですよ。だから、ある一定のところで止めとかないといけないんですね。だからそこもまた難しい。この3つの壁をどう乗り切るかがすごく重要で、実はこれをお伝えしようと思っても、これは、初めに言った通り、個別の問題なんです。この問題についてはここまで、これ、まず、この問題については、あ、これは理解学習ですよと。じゃあ、これどうやって調べるか。まあ、個別指導なんで、もう私の方が調べてるので、それをお伝えするんですね。でも、お伝えする内容についても、どこまでお伝えするかって、ある意味決めてるわけです。これ以上はもう深掘りしなくていいですよとか、逆にお客さんから質問ですごく深掘りした質問が来た場合は、ここまでで押さえておいてください。これ以上考えると逆に分からなくなりますよ。だからここまで理解しておけば OK ですっていうような感じで回答させていただいているんですね。それができるんですけども、自分でやるとなると、独学だとここがなかなか難しくなってくるんです。一つ一つが。
なのでそこで弊社の個別指導っていうのがやっぱりあるわけなんですね。それはもう予備校とかオーディオ通信講座とは全く違うわけです。こういったところっておそらくこういった考え方も多分ないと思うんですよ。理解するっていうのがあまりないんですよ。予備校行ってもとりあえず覚えてくださいってなっちゃうんですよ。もうそれって実はもう仕方がないことなんですね。これなぜかっていうと予備校って時間が決められてるわけですね。例えば、週に3回1回あたり3時間とか決められたら、その1週間で3日あって3時間3時間3時間、これが例えば半年間しかないわけなんですよ。だからその中で卓研の全範囲っていうものをお伝えできるのか、理解をすべきところまで伝えれるかって伝えれないんですね。理解するまで、理解 すべき内容までお伝えしていたら、その半年の間に勉強終わらないんですよ。おそらく権利関係で終了みたいな。それだったらダメですよね。お客さんとしても困るわけですよ。だからどうするかっていうと、もう重要ポイントだけ押さえるってなっちゃう。だから重要ポイントなんか正直なところ言っちゃったら、ね、市販テキストとか載ってるわけですよ。だから結局のところ予備校行ってもなかなか理解できないっていう風になっちゃうんですね。だからそこを弊社はカバーをしているっていう話です。実際の、教材とか教材の中にもそういったことちょこ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 書いてあるんですね。でそれはなんでそういった教材ができたのかっていうと、個別指導をしていく中でお客さんがわからないところを毎回毎回こう聞いてるわけですよ。そうすると、あ、こういった部分がわかんないのか、お客さん目線に立って、あ、こういったところはわかんない、じゃあこれはこうやって考えるんだよっていうふうに、ずっとこれまで、何百人の方がこうやってやり取りしてきたんですよね。でその結果がその教材に現れて濃縮されてるわけです。ただ受講者専用ページの動画もそうです。お客さんから質問されてわからない部分があるから、それに対して回答するために動画作ってるんですよ。私が一方的にこの問題を解説するっていうような内容ではないんですね。それであれば普通にテキスト読んだらいいだけなんですよ。じゃなくて、それよりもお客さんがわからない、こういったところはわからない、だからそれに対して動画を作って解説するですよね。そしたらお客さんでも分かっていただけるわけですよ。そういった動画っていうものがいっぱいアップされてます、受講者専用ページは。だからそういった意味でも予備校と弊社の例えば個別指導の動画っていうと、おそらく全然違う内容になってるんですね。それも合格するために理解学習はしなきゃなかなか合格できないっていう大元の前提があるから、合格するための動画を作ってきたわけです。そういったものが集約されているというふうに考えていただければと思います。ただ独学じゃあできないのかっていうと、そうでもないです。今言ったようにこの3つがちゃんとできさえすれば、まあ、完璧ではないにしても8割ぐらいはね、できさえすればちゃんと合格ラインに達成できますので、もし独学でやるっていうのであれば、インターネットを調べながら、おそらく弁護士さんのサイトとか、都道府県のサイトとか、まあ、いろんなサイトをね、おそらく調べることになると思います。そういったことをやりながら、ぜひ、頑張って合格してみてください。で、自分ではできないよっていうのであれば、まあ、弊社の個別指導ってどんなものなのかっていうのを、解説した動画ありますんで、そちらぜひですね、ご覧いただければと思います。次の試験、絶対合格しましょう。ちゃんと理解学習できれば合格できます。その自信ありますんで、頑張っていきましょう。失礼します。